慈恵学園コムグループプレゼンツ。あなたの、あなたの、あなたの夢は何ですか。こんばんは。今夜の担当は浜谷健二です。このプログラムは、毎回人生で大きな夢を追いかけている。夢追い人を紹介しています。今日の夢追い人は、この方です。 はじめまして、えー。フリーランスのミュージシャンでドラマをしています中澤智博です。よろしくお願いします、中澤さん。フリーランスのミュージシャンってドラマということで。はいでね、これまあ当然ドラマされてるということなんですけど、主にどんなお仕事をされてますか普段はそのライブのえっとサポートですとか、はいはい、あとレコーディング、はい、それからあと講師の仕事もやらせてもらってます。もう先生もやってる。はい。

高校生の普通にちょっと楽しみたいな<あ>みたいな。なるほどね。ちょっとアマからプロまで教えてるって感じですかね。でこのプロのミュージシャンになられてもう何年ぐらいなんですか？ミュージシャン歴は。四五年ぐらいになります、ね。四五年ぐらいで。はい。はあ、今までこう変わったお仕事とかなんか大きなイベントとかフェスとか。 なんかそういうのあったら教えていただきたいんですけど。えっとちょっと変わったというか結構昔は割とスタンダードだったみたいなんですけど、はい、あの六本木とかの、うん、あのまあコロナもちろんコロナ前なんですけど、はい、その箱番っていうあのらなんかライブバーみたいなところがあるんですけど、はい、そこでえっと夜から朝ごろまで演奏をするっていうなんか仕事があって。ライブバーみたいない。私も六本木にワですけど聞いたことないですね。<laughs> すみません嘘つきましたけど、ライブバーっていうのがあるんですか？あ、まあ名前もちょっと違うんですけど、そのなんかライブをするでお酒も飲んで、お酒を飲んで、でミュージシャンたちの生演奏が聞ける、あ、聞けるですね。ええ、それで朝までドラムをやるんですか？そうです、朝まで叩いて、ええ、疲れそうですけど大丈夫ですか？めちゃめちゃ疲れます。めちゃめちゃ疲れる。毎回あの朝のしゅしゅあ始発か始発が出るのをちょっと待つぐらいまで演奏するので。はい。 もうそこで演奏してくたくたになりながら電車の中で寝ながら帰るっていう肉肉体労働です、ね、肉体労労働働でですすねね特になんかドラムっていうのもまた一番なんか筋肉使いそうなそうですねあそういうのがあるんだいや知らなかったですねさあ中澤さんがドラマーなど、はい、ミュージシャンを目指すようになったきっかけっていうのは何なんでしょうきっかけは もともと楽器を始めたドラムを始めたのが高校の時に、うん、あの同じクラスの友達から「うん、ドラムいないからやってよ」って言われてああバンドやってる友達から、はい、誘われたんです誘われてドラムってでもこの素人考えですけど一番ハードル高くないですかそうっすねなんか確かにみんな,なんか苦手意識が結構あるんで、うん、なんか始めづらいな始めづらいんだろうなって思ってたんですけどはい、はい、僕はもうなんか頼まれたからじゃあやるっつってあ本当ですか でいきなりもうドラムセット買ったんですか。そうですね。なんかドラ本物じゃないんですけど、その、うん、まだ誘われただけの段階だったんですけど、はいはい、なんか調子乗っちゃって今までずっと貯めてきたお金を全部電子ドラムにつぎ込んで、電子ドラム買いましたね。高校生の時。高校生の一年生の時ですね。ええー、いくらぐらいの電子ドラム。十何万ぐらいの。高一でやつをまあ。 ちょくちょく貯めてたやつ、お金を使って。あ、そう。いや、偉いね。高一でちょくちょく貯金してたって、その時点でもう偉いけど。電子ドラム買いました。じゃ、あ初めて手にした楽器というのは、ドラムになるんですか。あ、えっと、初めてが、うん、本当に初めては、なんか保育園の頃に。うん、あの、和太鼓をやってまして。わ、じゃ、もうやってたんだ。そこで、叩く。打楽器を。<laughs> 打楽器は、本当に、あの。 ちゃんとやってなかったかちょっと記憶にあまり定かじゃないんですけど、えー、まあおそ <laughs> らくは親子さんが通わせたのかわかんない、ね、本人の意思じゃないかもしれないけど和太鼓やって,て,やってましたね。あじゃあその記憶がこうあったからすんなりドラムおいいよやるよってなったんじゃない？そうですねで。この時っていうかまあそのバンド始める時はどんなアーティストの作品とかを聞いてたんですか？この時は僕なんか尾崎豊さんがえー、<laughs> だってもう 全然世代じゃないでしょ全然世代じゃないんですけどなんか中学校の頃に「その、うん、カラフルっていうなんか映画だったと思うんですけどを、うん、見てでその,あのなんかテーマソングみたいなのが「僕が僕であるために」ってあの尾崎さんの曲でそこから知ってあなんかいいなと思って、うん、高校まで聴き続けてでそのやっぱそのタイミングですね尾崎豊さん本当に、ね、やっぱ音楽が残るから。 もうどの世代にも声響くんですね。でもやっぱどの時代も若い世代に響くってことなのかな。<laughs> なんなん僕もちょうど中二でハマりました <laughs>。え、若すぎるね。<laughs> ドラムを始めてこうプロになるって決意した瞬間は、どんな瞬間だったんですか。は、あの、高校のその三年生の時の文化祭で。うん、あの、全校生とかこうわって、ええ、あの、体育館にいる中で。うん、この、一番最後に。後夜祭の一番最後に演奏をしたんですけど、うん、その時なんかすごいこう盛り上がってて。うん この時めっちゃ楽しいなと思ってこれが仕事になったらめちゃくちゃ最高じゃんと思って、うん、あちょっとなななりたいいっって思いましたなるほどちょっとオーディエンスの反応を生でねあすごっっ受けちゃうといや。持ってたんじゃないですかその時。 いや全然でしたねダメ全然なのその時は全然でしたね何度やってモテなかったら相当ポテンシャル低いぞそうなんですよねちょっとモテたくて始めたはずなのにちょっとドラムってちょっと後ろで下がってちょっと一歩控えめだからそうなんです写真とかよく撮っていただけるんですけどあのボーカルが必ずかぶってますどうなるのやろ必ずギターとかベースの人たちがかぶってて全然写真に写らないっていうドラムってそうかもしれないですねそうなんですよ はい、ミューージシャンにになるため学学んだ学校とコースをお願いします東京スクール・オブ・ミュージック・アンド・ダンス専門学校のプロミュージシャン科のドラムテククニッコースですプロミュージシャン科のドラムテクニックコースですーはいもうなんかエキスパートが集まってきそうですけども入った時どう周りのレベルは自分と比べて <laughs> あそうですね結構僕もめちゃくちゃ僕下手くそなんじゃないかと思って、はい、めっちゃ心配になりながら入学したんですけど、うん、でも結構なんだろう その入って始めますみたいな、うん、そうなんだ人もいて、へえいやじゃあなんかみんなそっから始めるみたいな人、まあ、逆に志高い人たちが集まってるって感じでしたか。ね、えこの学校コースを選んだ最大の理由は何なんですか。理由は僕なんか結構いろんなそのえっ、ー、とオープンキャンパスとかにも参加しようと思ったんですけど、うんはい、なんか断る事情で T この東京スクールオブミュージカルのダンス専門学校以外は なんかこう電車が遅延してレッスンが受けられなくてそのままただ帰ったりとか予定がかぶっちゃって参加できなかったりとかでなんかちゃんと受けられなくてでもこの学校はあのちゃんと受けられてであの学校の,その校風とかもすごい生徒さんその時の在校生さんとかも結構明るくて先生もすごくこう気さくな方で優しかったんでいいなと思って。 ああ学校の説明会みたいなの他のところは行けなかったねいろんな部分が重なって <laughs> 誰かが裏で糸引いてるのかなと思って一瞬 <laughs> が遅延でレッスン受けれなくてとか <laughs> まあでも夜は良かったってことですよね今こうしてドローンとして成功して講師もやられてて <laughs> なんか思い出に残る講師の先生恩師の先生はいらっしゃいますかはあの 僕そのサークル活動みたいなところでそのビッグバンドとかをやってたんですけどその時の,その今もまあやってらっしゃるんですけど先生が結構その厳しい厳しいというか言い方が結構面白い先生でこうズバズバこう指摘されるんですよ自分の,あの良くないところで,でそこがなんかすごくこう丸くこう言ってくださる先生もいたんですけど僕的にはそ,のそっちの方が 分かりやすずばずば言ってくれる先生。めちゃくちゃ。な,なんて先生なの？あの石戸屋先生っていう。石戸屋？石戸屋先生？ええー。石戸屋先生から学んだことでこう勉強になったこととか、今でもこう思い出すこととかあります？僕がなんかび面白いなと思ったのが、うん、なんかその楽奏の途中に、うん、あのコンビニの店員さんとかにちゃんと俺行ってる？って言われて。うん、<僕>急に急あの演奏して、うん、終わった後に急に言われて。 あ、でも確かに僕あんまりちゃんと言ってないっすね、うん、って言ったら、うん、まあそういうとこがちょっと音に出てるねみたいな。<laughs> <laughs> いやーなんか引っかかるねいやでもあ確かになんかなんか具体的に言葉ではで,てできないけど何<な>かわかるかもしれないと思ってなんだろうねそれどんな音なんだろうね。<laughs> コンビニの店員さんが、これは。 なんか温め,めてくれた弁当とか渡してくれる時に「あーありがとうございます」って言えるかどうかの感じが音に出てると出てると言われて全然分かんないけど俺は <laughs> でもそれ言われたらちょっと引っかかってちょっと考えるようになりますねいろんなことそうですねそれでいろいろ考えましたね面白いもうなんかその先生の思惑通りにうん 考えちゃいますね。いやもう本当にそれからはちゃんとお礼言うようにします。あそう。<laughs> 今もちゃんと言うようにしてます。ね、うんさあさあ面白い話でしたけど今日はフリーランスでドラマの中澤智博さんにお話を伺っております。ドラムの講師も務めているという話もありましたけれども、はいえー、これやっぱドラム教えるのっていうのはどうですか？難しいですか？そうですね。やっぱ苦手な子もいるし、はい、得意ですぐこうできちゃう子もいるし、うんうん、まあでも。 大体僕がその教えてる子たちは高校の子たちとか本当に初心者の子たちばっかりなんですけど大体15分とか20分で簡単なそのビートみたいなのは叩けるようにできちゃいますね。うんうんえー、私はもうもちろんど素人経験ゼロなんですけども私みたいな生徒が来たらどうやって教えるかちょっとやってみても全然いいですよ。もうスティックある、はい、ックあるはいいいりますあ<ー>ちょっと スティックを握ったことはあるぐらいですが教えてもらったことないなどじゃあ右利きで右利きで右で1から8まで通常振って、うん、12345678っていうのをずっと,っと繰り返してもらっていいですか、うん、12345678あそれですね、うん、で3と7の時に左手も一緒に叩きます、うん、えー

ちょ、待って、これ急に難しくなったいきますよでもちゃんとあのこっちの左手が入ってるんで、うん、ドラムの役割としてはもう果たしてるのでもうバッチリです、ね、こうやって教えるんだこうやって教えてますいや何となくこれもう本当にこれ基礎の基礎なのかもしれないですけどあこうやって覚えていくんだってちょっと分かりましたそうですねこんな感じでレッスンしてますじゃあそうだドラムは足も入りますもんね 面白い、ね、なるほどまあじゃあ最初に来た子にはこうやって教えてそうです、ね、今日はですね中澤さんにお話を伺っておりますけれどもこのドラマミュージシャンを目指している後輩たちたくさんいると思うんですけれどもアドバイスをカメラ目線でお願いしま,す、えー、まずその与えられたものをただそのまま自分で受け取るんじゃなくてちゃんと自分の中で消化してで結局は自分でちゃんと考えて答えを出すってことがすごく大事だと思ってますね。 でなんか今の時代は結構 SNS とかで手軽に無料でいろんな情報とかが得られると思うんですけどそれに甘えてばっかりで自分で考えようとする力とかを失っちゃうと結局なんか自分の,この哲学みたいなものがなくなって強く自分,自分オリジナリティみたいなものがどんどん薄れていっちゃうのかなと思うのでその自分で考える。 自分で答えを導き出すってことを大切にしてほしいなと思います、うん、なるほど簡単に答え求めてねすぐ答え与えられるだけじゃ成長しないっていことなんですかね,すね自分でいろいろ考えて試行錯誤してくださいということですねはいさあそして中澤さんこれからもっと大きな夢があると思います聞いてみましょう中澤さんあなたの夢は何ですか、えー、自分がきっかけで、えー、もっとたくさんの人に ドラムをやってみたいなとか始めてみたいなって思ってもらうことです。はあ、なるほどこれは具体的に言うとやっぱ生徒さんの中からプロのドラマミュージシャンが出て欲しいとそうですね、うん、それもありますしなんかライブとかを見て、うん、かっこいいなあのドラムと思ってもらえたりとかして、うん、そこからじゃあドラムやってみようかなとか思ってもらえたら最高です。 ね、確かに学生の時中澤さんのドラムを見てねドラマ目指したんですっていう人がね成功してくれたら嬉しいですね嬉しいですねうんなるほどはいその夢ぜひとも実現させてください今日の「夢追い人は」はフリーランスでミュージシャンドラマーをしている中澤智博さんでしたありがとうございましたありがとうございましたあ,ありがとうございました挨拶をちゃありがとうんといましたありがとうございまたいにありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたあ忘れないでいきましょう忘れないでざきます、はい